はい、YouTube をご覧の皆様、こんにちは、湯沢翔輝です。今回はですね、4月14日木曜日のモンストニュース、振り返っていこうと思います。モンストのね、マイキープガチャ昨日出せずにすいません。っていうか、今日も多分出せないんですけれども、そちらの、理由につきましてはちょっと動画出すんで、はい、よろしくお願いします。ということで、見ていきましょう。はい、ケセド会がやってきます。はい。やりましょうね、皆さん。はい。で、モンストの日が来ますよ、ということですね。で、マイキープガチャも開催中、ということで、こちらですね。超究極の、なんだっけ、ネネキリ丸かなが登場します。はい。初回降臨日が4月20日の水曜日、19時から22時ということです。で、まあ、前回もそうだったんですけれど、超究極風も、登場します。はい。ワクワクの身と魂の紋章の効果が無効になる超究極風もございます。で、クリアすると、ネネキリ丸の別イラストと英雄の証がついたやつが、手に入るということですね。はい、楽しみですと。で、期間限定イベント、青春ストライク私立モンスト学園2が開催されます。4月16日土曜日12時から5月2日月曜日の11時59分までということで、まあ、キャラクターの性能見ていきましょう。はい、リシンアルファですね。貫通&ゲージのスピード型、ラックスキルがガイド、アビリティが超アンチ重力バリア、アンチ減速壁、重力バリアキラー、SS ターン短縮、SS ターンチャージ、ゲージでアンチブロックと SS ターン短縮と、ストライクショットが触れた味方のパワーを一定期間アップ、16プラス4ターン、友情コンボがコピーと防御アップということで、めちゃくちゃ強いと思います。はい。まあ、コピーと防御アップあるんで、まあ、サポート面では絶対強いだろうし、まあ、サポート面でね、かなり強いアビリティも持ってるんですけれども、まあ、殴りでも、十分火力出せるキャラクターになってるんじゃないかなというふうに思います。うん。やっぱりね、ネオが出てきたことによってコピー持ちっていうのが結構重宝される時代だと思うので、かなりリシンアルファ欲しいですね。はい。ということで、リシンアルファでした。はい。で、2体目は、アナスタシアアルファですね。で、ステータスが、反射&ゲージのパワー型、ラックスキルが、友情コンボクリティカル。アビリティが、アンチダメージボール、超アンチ減速壁、水属性キラー、友情ブースト。ゲージで、アンチブロックとソウルスティールとなっております。はい。ストライクショットが、スピードとパワーがアップし、自身の防御、やべ。自身の防御力をダウン&超反撃モードになる。6プラス6ターン。友情コンボがエナジーボールと超絶電撃と。いうことで、まあ、こちらのキャラはもうね、強いね。うん、絶対強いし、なんかアルファって感じするわ。アルファキャラ、ザ・アルファキャラみたいな性能してますね。うん。で、まあ、豪絶の様にもいけるだろうし、まあ、なんかちょっとね、なんか変なことできそうですよね、これね。エナジーボールも、まあ、水属性相手だったら水属性キラー乗ってくるし、牛分も乗ってくるし、で、SS と組み合わせても面白い使い方できるんじゃないかなというふうに思います。うん。なんか持っておきたいかな。なんか面白そう。はい。で、3体目が、エルマル&コニールアルファでございます。はい。で、貫通&ゲージの砲撃型、ラックスキルが友情コンボクリティカル。アビリティがアンチウィンド、アンチ転送壁、魔封じ EL、足封じ EL、ゲージで渾身と。ストライクショットが触れた壁面数に応じて威力が増す弾を放つ。はい。8プラス8弾。友情コンボが超絶ホーミング12と超強ラウンドフラッシュとなっております。で、なんかね、竹ちょりさんか、パナエさん、どちらかが言ってたんですけど、なんか一気一ワンパンできるみたいな話をしてて、ほんまかって思ったんですけど、まあ、確かに、できんのかな超強ラウンドフラッシュ次第では。いや、なんか言ってたよね。俺だけかな聞こえたの。俺にはそう聞こえたんですけど、なんか、一気一の神殿のワンパンできるみたいなことをおっしゃってたかなーって思うので、なんか結構いいキャラなんじゃないかなっていうふうに思います。はい。でですね、期間限定キャラが再登場する2つのガチャが開催ということで、モンストのイフシリーズと、青春ストライクの1弾ですね、のガチャがまた出るみたいなんで、4月19日火曜日12時から、4月21日木曜日11時59分まで開催しているということですね。でもね、引かなくていいと思う。まあ、モツアルか、まあ、アリスアルファ目当てで引く方が多いかなと思うんですけど、もう引かなくていいんじゃないかなって個人的には思います。はい。で、重心化回ですね。モンストブライトでした。はい。ステータスは反射&ゲージの超スピード型、ラックスキルが、なんか友情コンボクリティカル多くない今回。はい。アビリティがマインスイーパー L、アンチウィンド、超レーザーストップ、
ゲージで底力 M と、コネクトスキルが超アンチ重力バリア、マフージ M、超 SS ターンアクセル、発動条件が自身と線形が異なるキャラ2体以上、または、合計落100以上と、ストライクショットが壁をすり抜け反対側から出現する&、仲間たちを率いて敵へ打ち込む16プラス8ターン、友情コンボが超絶電撃と超絶爆発ということで、アンフェアの適性ですね。うん。あのね、まだね、アンフェアって難しいと思うから、かなりね、いい重心が回なんじゃないかなというふうに思います。うん。キャラが、まあでも、そうだよね。適正キャラっつってもね、結構限定キャラ多いし、アンフェアのね。だから、ブライト持ってる人はかなりね、いいんじゃないかなと思いますよ。やっぱアンフェアってまだまだ全然、豪絶運極の中では一番強いレベルの、性能なんで、アンフェア運極じゃないよっていう方は、めちゃくちゃ嬉しい重心化回なんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで、軽く、見ていきましたけれども、まあね、限定キャラが続いて、まあ出てきてるっていうのもありますし、ちょっとね、オーブが、って感じなところはありますけれども、まあ皆さんもね、自分のオーブと相談しながら、ガチャ引くかどうかっていうのをね、決めていければなというふうに思います。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。